レベッカ・クラークレベッカ・クラークはイギリスのビオラ奏者。作曲家としてはビオラを主役にした室内楽を手掛けた。第一次世界大戦と第二次世界大戦の狭間の戦艦期に活躍したイギリスの作曲家のうちで最も重要な一人に数えられている。また同世代の女性作曲家に彼女ほど個性的な作品を生み出した人物は他にいないとも評されてきた。 クラークは女性作曲家についてのジェンダー認識のせいで少ししか作曲しなかったが、それでもなお彼女の作品は作曲技術ゆえに認められていた。クラーク作品は今なお大半が出版待ちの状態であり、ご半生に作曲を止めてからほとんどが忘れられていた。九百七十年代後半に彼女の作品に対する研究や関心がえった時、 作曲者はすでに90歳という高齢に達していた。イングランドのハーローに生まれる。父ジョゼフ・サチャー・クラークはアメリカ合衆国出身の商人で、母、アグネス・パウリーナ・マリーエア・マーリーエ・ヘルフェリヒはバイエルン出身のドイツ人であった。勢い英語とドイツ語の二言語仕様の環境に育つ。家族や友人からはベックルの愛称で親しまれた。クラークの生涯と 音楽活動の道のりは性別に強く影響されている。音楽の学習を王立音楽アカデミーで始めるが、バイオリン教師のパーシー・ヒルダー・マイルズに言い寄られてからは父親によって退学させられてしまう。その後は王立音楽大学に進学し、スタンフォードに認められて作曲家の最初の女子学生の一人となる。スタンフォードに解き伏せられて楽器を バイオリンからビオラに乗り換え、往年の名ビオラ奏者、ライオネル・ターティスに指示。その後クイーンズ・ホール還元楽団の楽団員に迎えられ、女性で最初のオーケストラでの演奏者の一人となった。口やかましい父親に不倫の恋が知られるところとなり、後ろ盾のないままに家から叩き出されたクラークは、ビオラ奏者として身を立てるようになり、1916年に、 演奏旅行でアメリカ合衆国に渡った。彼女の創作活動が一挙に開花し、1919年には自他共に認める現代芸術の被護者、エリザベス・クーリッジ夫人が講演する作曲コンクールにビオラ・ソナタを提出した。72点の応募作のうちエルネスト・ブロッホと最優秀賞を分かち合った。しかし、クーリッジ夫人はブロッホを覇者とした。これには、 裏話が続いている。レベッカ・クラークは偽りの男性名義で作品を提出しており、真の作者が女性であるということは、審査団には当初知らされていなかった。また当時、クラークはクーリッジ夫人の近所に住んでいた。後で事情を知った審査団のうち二人からこのような感想が漏れたという。自分たちはクラーク城の作品こそ好ましいと思っていましたが、 夫人がブロッホを勝たせたのは正解でした。夫人が近所の友人を勝たせたとなったら、できたばかりのコンクールの評判を落としかねませんでしたからね。さらにこのような裏話が続いた。レベッカ・クラークという名義は、実はブロッホの偽名に違いない、少なくともクラーク自身にこのような作品が書けるわけないと想像をたくましくする向きもあったという。このように女性にも、 芸術作品が書けるはずだとする考え方は当時はほとんど聞かれなかったのである。クラークのビオラソナタは好評を持って迎えられ、1919年のバークシャー音楽祭において初演を見た。1921年には今度は賞を逃し発したもののピアノ三重奏曲によって再び圧倒的な印象を残した。次の作品は1923年の チェロとピアノのための教師曲で、これによって唯一の女性受賞者に輝いた。この3作がクラークの作曲活動の頂点を築いている。これ以降は作曲活動は散発的になり、1930年代にはめったに作曲しなかった。またその頃は演奏活動を続けていたにもかかわらず、例えばベビーシッターなどの仕事にもついていたため、 作曲していられなかったのである。1939年から1942年にかけての年代は彼女の創作力を試す最後のチャンスとなった。この頃までにクラークはアメリカ合衆国で実定と暮らしており、弟たちが彼女の目に父親のように意地悪くなったように見えたのは辛いことだった。不幸だったその頃は、しかしながら実り豊かな時期になる。 やに思われたが、長続きはしなかった。クラークは1942年以降は演奏も、作曲も、ほとんど行わなかった。うつ病の慢性化した気分変調に苛まれ、創作に対する励ましを受けられず、時に無遠慮で落ち込ませるような評価を受けたことも、彼女が筆を折ることにつながった。おそらく作曲に対して、最大の障害となったのは、 性役割についての彼女なりの考え方であろう。1944年に、旧友で、ジュリアード音楽学校のピアノ科教師、ジェームズ・フリスキンと再会し、そのまま結婚することになる。クラークは、自分に家事と作曲を両立させることができるとは、思っていなかった。朝目覚めて一番にするべきことがそれだと思わない限り、私に作曲をすることはできません。 夜になって寝る前に最後に思いつくのが作曲なのです。クラークは家事の責任を持つことは作曲よりも大事なことだと考えた。クラークは作曲することはやめたが亡くなる直前まで編曲に取り組んでいた。結婚後は演奏もやめた。最後の作品は結婚後に作曲された3曲のうちの一つで1954年に作曲された歌曲、 神は木を作りたもうた、ゴッドメイド、エツリーであろう。レベッカ・クラークは、後に、ストラディバリウスのバイオリンを処分して、王立音楽アカデミーに、名マクレ賞を創設した。名マクレとは、若き日のクラークが、しばしば共演した、親友の女性チェリストの名である。同賞は今なお例年、優れたチェロ奏者に、授与されている。1967年にオットフリスキンがよう、 去ってから、クラークは回想録、私にもお父さんがいた、アイハット、エイファーザー2を書き始める。脱稿したのは1973年だったが、決して出版しなかった。その中でクラークは、度重なる父親のオーダーや、よそよそしい家族関係が目立つ老いたちについて述べ、それが、自分の適当ない場所という考え方に影響を与え続けたのだとしている。 音楽家としての野心を父親に認めてもらえなかったことや自分と兄弟が父親に手荒い扱いを受けたことは彼女の作曲活動に影響を及ぼしたものと思われる。1979年にニューヨークの自宅で大往生を遂げ仮装に付された93歳であった。クラーク作品の大部分がビオラを目立たせこの楽器の表現力をうまく利用しているのはクラークが 職業演奏家として長年にわたって活躍したからである。クラーク作品のほとんどは自分自身のためにあるいは彼女も所属していた女性演奏家のみの室内が相談のために作曲されている。国際的な演奏旅行も行っており特にチェリストの名幕でと共演することが多かった。クラークの作品は20世紀音楽の様々な潮流に影響されている。 クラークは当時の指導的な作曲家を知っており、中でもブロッホやラベルの作品と彼女の作品は比較されてきた。物多いテクスチュアや近代的な家政法ゆえにドビュッシー流のフランス印象主義音楽とのつながりがしばしば論じられている。クラークのビオラソナタはとりわけ特徴的でペンタトニックの開始主題、分厚い和音、濃密な情感、緻密で リズム的に複雑なテクスチャーなどが認められる。ビオラ・ソナタは今日部分的にビオラ奏者の標準的な演目にとどまっている。ビオラ・ソナタの前年に作曲された眠りの神モルフェウスは最初の大掛かりな作品であり、これより先の10年間は歌曲や商品ばかりが作曲された。クーリージ夫人から賞金を受けたチェロとピアノのための教師曲は クラークの最も野心的な作品の一つで演奏時間にして約23分複雑な楽奏と曖昧もことした調整感が曲の気分の変化に寄与しているこの作品の翌年に作曲された真夏の月読ミッドサマームーンは対照的に軽い商品で空気の揺らめきのような独奏バイオリンの旋律線が印象的である弦楽器のための作品に加えて 多くの歌曲も作曲している。初期作品のほとんどは、読唱とピアノのための作品である。ウィリアム・ブレイクの有名な詩に作曲した、トラザ・タイガーは、暗くうつうつとした、ほとんど表現主義的な作品である。これは、既婚者のバリトン歌手ジョン・ゴスと劇場で結ばれた時期に、5年がかりで他の作品を除外してまで取り組んだ作品なのである。しかしながら、大抵の歌曲は、 本質的にむしろ軽い。クラークの初期作品はサロン音楽である。クラークはもっぱら古典的なテクストを採用することを好み、ウィリアム・バトラー・イエーツやジョン・メース・フィールド、あるいは監視を使って歌曲を作曲した。1939年から1942年まで作曲活動が終焉を迎える最後の実り豊かな時期に、 クラークの作曲様式は東海でなくなり、動機や調整が強調され、より明快で大位法的になり、新古典主義音楽の影響が歴然と現れるようになる。近年出版されたバイオリンとビオラ、ピアノのためのドゥームかドゥームかは、バルトークやマルティヌーラの東欧の民族音楽の影響が反映されている。クラーク自身が初演したビオラ独奏内史は、 ジェロドクソーとピアノのための古いイングランドの旋律によるパッサカリアパッサカリアオガン,ンオールドイングリッシュチューンはトマス・タリス作曲と伝えられる旋律に基づきこれは作品を通して現れる作品は戦方的な趣向きがあり主にドリア戦法によっているが物珍しいフリギア戦法にも傾いているこの曲は BB なる人物に検定されているが クラークの名モードリンや研究者は、具体的に言うとこの頭文字は、ベンジャミン・ブリテンに言及しているのではないかと推測している。この頃ブリテンは、恩師フランク・ブリッジの追悼演奏会を準備しており、生前のブリッジは、クラークにとって友人であり、ビオラ奏者や作曲家として有力な先輩でもあった。前奏曲、アレグロと、ボッカ・プレリュード、アレグロ、アンド・パストラールも、 やはり1941年に完成された、もう一つの新古典主義的な作品であり、クラリネットとビオラのために作曲されている。1940年代に、レイフ・ボーン・ウィリアムズは、クラークと信仰を結び、彼女の作品を特集した演奏会で、たびたび指揮することもあった。女性の社会的役割、とりわけ自分自身についてのクラークの見方は、 大形式による作品を作曲しようとする野心と折り合いがついていなかった。クラークの作品はほとんどが室内楽の小曲や歌曲である。周知のように公共曲のような大規模作品が欠けており、その才能にもかかわらず、クラークは大規模作品を作曲しようとしなかった。しかしながら、いくつかの合唱曲は大掛かりに構想されており、分けても、 編第91番やシェリーのヘラによる女性合唱のための作品がその代表である。両作品とも死後出版を経て間もなく2003年に録音された。クラーク作品は長い間ひたすら忘れられていた。クラーク作品の復活は1976年にラジオ放送局がクラークの生誕90周年を記念したことに始まり、近年の研究活動、 とりわけ、レベッカ・クラーク協会による活動によって、彼女の名はこの方長州の意識に戻りかけている。クラーク作品の半数は今なお未出版のままであり、著作の大半と並んで相続人の個人像となっている。しかしながら2000年代初頭に、クラーク作品復活への関心は、とどまることなく、一層多くの作品が録音され、復刻されたり、新たに出版されるようになり、 彼女の作品が身近になるような努力が続けられている。例えば2002年には2つの弦楽史重奏曲とビオラとピアノのための叙情的商品、眠りの神が出版された。校舎はアントニー・トレント・アンソニー・トレントという偽名を用いて生前プログラムで本名を明かすのを避けた作品の一つである。2000年9月のブランダイス大学での クラーク作品を記念したイベントに際して、レベッカ・クラーク作品の演奏、研究、普及を目的として、レベッカ・クラーク協会が設立された。音楽学者、ライアン・カーティスとジェシー・アン・オーエンスにより創設され、ブランダイス大学の女性学研究センターに事務局を設置して、協会は、クラーク作品の録音と研究の推進を図っている。特に、世界水準の演奏、 未公開作品の録音及び論文誌への論文公表などの活動を行っている。もう一人の初期の理事でもあるローラ・メイシーは現在音楽に関する高い評価を得た参考文献を編纂するグローブ・ディクショナリー・オブ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズの監修者となっており、1980年版からはクラークを含む女性作曲家についての著書の記述についても収集を 増やしている。特に注意が払われているものとしては、クラークの遺産から見つかった未公開作曲作品がある。これには、クラークの島で家族さえ知らなかった作品も含まれている。ビンノリエは、ケルト風民用を元にした12分間の曲で、1997年に発見され、2001年まで演奏されなかった。教会設立以降、 未発表作品の公開は25作品を超える。チェロとピアノのための教師曲の拡大版を含むクラークの室内楽曲のいくつかと唯一のピアノ曲コレテージはクラークの遺産から発掘された資料を利用して2000年にダットンレーベルで初めてレコーディングされた。ダットンレーベルは1907年と1909年のバイオリンソナタを2002年に初演した際もその運営と 資金提供を行った。クラーク作品のコンサートにも積極的に関わっており、特にボストン地区での公演に力を注いでいる。クラークの活動の普及に加えて、協会は女性作曲家の支援活動して、レベッカ・クラーク賞に資金を供出し、女性作曲家による作品の検証も行っている。コンテストは2003年に始まり、2年おきに開催されることとなっている。 ありがとうございます。